皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。このチャンネルは世界の資源を紹介するゆっくりチャンネルだよ。今日は気ガスを紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは気ガスの基礎だ。気ガスは元素周期表で第18族に属する元素のことを指すぞ。あれ？気ガスの漢字が違う気ガス？気ガスは英語では稀なガスではなく、ノーブルガスと呼ばれているんだぜ。ノーブルガスってどんな意味なの？金やプラチナを貴金属って言うだろ。うん。貴金属は英語でプレシャスメタルとかノーブルメタルって言うんだけど、ノーブルメタルは反応しにくい性質を持つ金属を言うぜ。へぇ。日本科学会は2015年に日本語表記を稀なガスの気ガスではなく、海外の高校教科書が使うノーブルガスに合わせて気ガスに変更するように提案したんだぜ。知らなかったわ。一番最初に見つかった気ガスは原子番号2、元素記号 HE のヘリウムだぜ。ヘリウムは元素の中で最も沸点が低くて、その沸点はマイナス269度だぞ。ヘリウムの存在は1868年の皆既日食の際に、太陽の分光スペクトルを観察していられたぜ。ヘリウムは最初は太陽で見つかったのね。おう、だからヘリウムという言葉は、ギリシャ語の太陽を示すヘリオスから名付けられたぜ。地球上で実際にヘリウムが得られたのは1895年。イギリスの科学者ウィリアム・ラムゼイが、グレイベ石と呼ばれた1000ウラン鉱からヘリウムの分離に成功したぜ。ウランの鉱石からヘリウムが見つかったの？おう、これはウランやトリウムが長い時間をかけて崩壊する過程で、ヘリウムができるんだぜ。ヘリウムはウランなどから作られるのね。ヘリウムは軽いから宇宙空間へ発散していくんだけど、地球内部でウランの崩壊によって作られて大気中に供給されるヘリウムもある。うん。発散と生成とが釣り合って大気中のヘリウム濃度は 5.24ppm になっているぞ。ヘリウムは空気中では少ないのね。だからヘリウムは大気からではなく、天然ガスから回収されているんだぜ。でもどうして天然ガスの中にヘリウムがあるの？天然ガス中のヘリウムの起源は、ウランに富む花崗岩や黒色結岩からの放射性崩壊に由来すると考えられているぜ。花崗岩にはウランが多いのね。深部にある花崗岩中のウランが崩壊してヘリウムが生成される。軽くて小さい原子であるヘリウムは、天然ガスとともに透水性の高い地層に集まってくる。この時地層に反射構造というガスが溜まりやすい構造があると、天然ガスやヘリウムの交渉となるぞ。地下にガス溜まりがあるんだね。ヘリウムの商業生産は全て天然ガス由来なんだけど、ヘリウム交渉には大きく分けて天然ガスにヘリウムが伴われる副産物タイプと、天然ガスをほとんど含まないヘリウム電タイプの2種類があるんだぜ。ガスの成分が違うんだね。地下のヘリウムはボーリングによって回収されているぞ。穴を掘ってヘリウムを取り出すのね。ヘリウムを含むガスはパイプラインを通じて、ヘリウム液化プラントに送られるぞ。ヘリウムを液化？ヘリウムを含むガスを冷却して液化していくぞ。沸点が最も低いヘリウムは一番最後に液化するぜ。冷やしてヘリウムを分離するんだね。最終的には 99.997% 以上の高純度の液体ヘリウムを得るぜ。ヘリウムの生産量が多いのはどの国なの？これが2021年のヘリウム産出国ランキングだぜ。1位アメリカ、2位カタール、3位アルジェリアの順なんだね。ヘリウムの用途については過去動画でも紹介しているけど、MRI や半導体、光ファイバー、リークテストなどに使われているぞ。わかったわ。よし、次は原子番号10番、元素記号 NE のネオンだぜ。うん、ネオンは1898年にウィリアム・ラムゼイとモーリス・トラバースによって発見されたぜ。ラムゼイさんはヘリウムを発見した人ね。ラムゼイらは大気を冷却させ液体にした後、温めて気化したガスをそれぞれ分離してネオンを見つけたんだぜ。ネオンは空気中から見つかったんだね。ネオンはギリシャ語の新しいに由来するぜ。1910年にはフランスの技術者ジョルジュ・クロードが、ネオンガスを封入した缶に放電することで、新たな照明器具を発明したぞ。これは綺麗だね。まるで赤い彗星だよな。は？よし、それではここからはネオン広告の栄光と戦いの歴史を紹介していくぞ。ジオン広告は関係ないでしょ。クロードは特許を取得して1915年にクロードネオン社を設立したぜ。アメリカユタ州で看板業を営んでいたトマス・ヤングは、気ガスを封入したガラス管で文字を書くことを思いつき、会社を設立したぜ。これがネオンサインだね。ヤングの会社はラスベガスの大半のネオンサインをデザインし、世界中の都市景観に影響を与えたぜ。一人のアイデアが夜の景色を変えたんだね。そんなネオン広告だが21世紀になると、LED が登場したことで置き換えられていってしまったんだぜ。確かに LED だと自由に広告を表現できるよね。ネオンガスは工業的にはラムゼイが行ったように空気を液化、分離して製造するんだぜ。空気からネオンを作るのね。酸素ガスや窒素ガスを製造する大規模な空気分離プラントの副産物として、ネオンが製造されているんだぜ。そうなんだ。
酸素ガスや窒素ガスは製鉄の過程で使われるから、ソビエト時代に製鉄所に隣接して大規模な空気分離プラントが作られたぜ。ソビエトにあったのね。ソビエト連邦はネオンを戦略的な資源としていたぜ。ミサイルや衛星からの攻撃を防衛する有用なレーザー兵器を作るために、ガスの需要があると信じていたぜ。物騒な話だね。ソビエト連邦の崩壊後には、大規模な空気分離プラントはロシアとウクライナの鉄鋼業を支えたけど、副産物として回収されたネオンは需要の低い時期には、大気に放出されていたこともあったぜ。それはもったいないね。これは2021年のネオン販売シェアなんだけど、トップ3はすべてウクライナの会社だったぜ。ネオンの4分の3はウクライナの会社なのね。ウクライナのオデーサに本社を置くクリオイン社とマリウポリに本社を置くインガスの2社のネオン会社があるんだけど、ロシアによる侵攻の影響により、ネオンの製造を停止してしまったぜ。え？それは大変。クリオインは侵略の日に操業を停止したけど、ロシア軍がマリウポリに侵攻した時、インガスはなんとか生産を続けていたぜ。プラントはどうなったの？マリウポリのインガスプラントはロシア軍に乗っ取られたぜ。インガスはオデーサにある予備プラントでネオンの生産を開始したぜ。日本は影響を受けたの？日本はロシアやウクライナからネオンを輸入していたんだけど、2014年のクリミア併合時に気ガスの供給不足に陥った経験から、調達先の分散を進めてたんだぜ。だからウクライナ侵攻時にはロシアウクライナ産のネオンシェアは 6% とさほど大きくなかったぜ。日本でネオンは作っているの？ネオンは日本でほとんど生産されておらず、ネオンを輸入に頼っているけど、国産化が予定されているぜ。そんなネオンは何に使われているの？ネオンガスは主に半導体で使用されているんだぜ。半導体のリソグラフィー工程に使われるレーザー光の生成に、ネオンが必要なんだぜ。知らなかったわ。この半導体用の用途はネオンガス使用量の 75% を占めているぞ。大きな用途だね。ついでレーザー眼科手術の用途が 10%。あと液晶ディスプレイと画像照明でそれぞれ 6% と 5% を占めているな。わかったわ。それでは次は原子番号18番、元素記号 AR のアルゴンだぜ。イギリスの物理学者であるレイリー卿が、1892年に大気分析の過程で未知の気体に気づいたんだぜ。どうやって気づいたの？レイリー卿は空気から酸素、二酸化炭素、水蒸気を取り除いて窒素の重さを測ったんだけど、窒素化合物から作った窒素と重さが若干違うことに気づいたんだぜ。おお、そこで空気から取った窒素には、ごくわずかに未知の気体があると考えるようになったんだぜ。なるほど。そして1894年にレイリー卿はラムゼイと共に、その正体がアルゴンであることを突き止めたんだぜ。なるほどね。アルゴンという名はギリシャ語で怠惰な、不活発なを意味するぜ。私をイメージで使うのやめてくれる？アルゴンは窒素、酸素に次いで大気中に多くて、その濃度は 0.94% だぜ。アルゴンはヘリウムやネオンと違って結構大気にあるんだね。おう、だから稀なガスという名称はアルゴンには合わないんだぜ。どうしてアルゴンは大気に多くあるの？アルゴンは最初から大気にあったわけではなく、だんだんと濃度が増えてきたんだぜ。ほんとだ。でもどうして？これは岩石中に存在していたカリウム40の一部が、崩壊によりアルゴン40となったからなんだぜ。はぁ？どういうこと？カリウム40は半減期約 12.5 億年の放射性同位体なんだぜ。カリウムにも放射能があるんだね。このカリウム40は放射性崩壊して、約 89% がカルシウム40、約 11% がアルゴン40になるんだぜ。そうなんだ。カリウムは近くの岩石中では主に長石の形で含まれるんだぜ。カリウムが徐々にアルゴンに変わり、長石が風化してアルゴンが放出されることにより、大気中のアルゴン濃度が長い時間をかけゆっくりと増えてきたんだぜ。アルゴンはもともとカリウムだったのね。この半減期約 12.5 億年のカリウム40を利用して、カリウムアルゴン法という年代測定法が開発されているんだぜ。そんなアルゴンは何に使われるの？アルゴンの反応性の低さを利用した不活性ガスとして、製鋼や溶接、シリコン製造に用いられるんだぜ。アルゴンが反応しないことを利用しているんだね。水銀灯、蛍光灯、電球、真空管灯の封入ガス、アルゴンレーザー、アーク溶接時の保護ガス、食品の酸化防止のための充填ガスなどにも使われるぞ。そんな用途も。よし、次はクリプトン。これは原子番号36、元素記号 KR の気ガスだぞ。1898年にラムゼイとトラバースによって、液体空気から発見されたぞ。ネオンを発見した人たちね。クリプトンはアルゴンに隠れてなかなか発見されなかったため、ギリシャ語で隠れたから命名されたぜ。そんな意味なんだね。空気中には 1.14ppm の割合で含まれていて、空気を液化、分離することにより得られるぞ。そんなクリプトンは何に使われるの？クリプトンはフィラメントの消火を防ぐために白熱電球に封入され、クリプトンランプと呼ばれるぞ。これは省エネなランプなんだね。
またガラスとガラスの間にクリプトンガスを入れると、断熱性に優れたガラス窓になるんだぜ。空気でなくてクリプトンが入っているんだね。あとにフッ化クリプトンがエキシマレーザーに使われているぞ。これは固体なんだね。単波長レーザーの主流で、半導体製造のリソグラフィーやエッチング工程の光源として利用されているぞ。クリプトンは日本で作っているの？国内で使われるクリプトンの9割程度を中国などからの輸入に頼っているぜ。そうなんだ。国内大手の太陽日産は年間200万リットル程度の国内生産能力を持つけど、クリプトンを増産する方針を固めたぜ。今後に期待したいね。次に紹介するキセノンは原子番号54、元素記号 XE の木ガスで、1898年にクリプトンと共に発見されたぞ。キセノンはどんな意味なの？ギリシャ語で奇妙なや馴染みにくいものが語源だな。キセノンの大気中存在度は 0.087ppm だな。この木ガスは少ないんだね。このキセノンも大型空気分離装置における副産物として回収生成されるぞ。クリプトンとキセノンは酸素よりも沸点が高いんだぜ。うん。だから星雄等では酸素と共に液化され、液化酸素の中に濃縮されていくぜ。これから酸素を除去してクリプトンとキセノンからなる素ガスが得られる。ここからクリプトンとキセノンを分離するのね。おう、それから触媒反応や吸着操作で生成して、高純度の製品を製造するんだぜ。そんなキセノンは何に使うの？キセノンランプに封入されたり、イオン推進エンジンの推進剤に使用されるぞ。また二塩化キセノンはレーザー光源として利用されるぞ。化合物としても使われるのね。キセノンも断熱性能が空気よりも高いため、複層ガラスに封入する断熱材としても使われるぜ。キセノンは日本で作っているの？大型設備を持つ太陽日産は、年間25万リットル程度の国内生産能力を持っていて、国内顧客向けキセノンの大半を国産品で賄っているぜ。それはいいね。次に紹介する気ガスはラドンなんだけど、ラドンには放射能があり、これまで紹介してきた気ガスとは異なる。ラドンはいずれ動画にして紹介するぜ。わかったわマリサ、今日もいろいろ説明してくれてありがとう。おう、霊夢よ。こんな感じで、これからもいろいろな資源を紹介していくぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。